琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武史と、ミラクルシティことの監督の平和弘です。どうも、よろしくお願いします。いやー、呼んでいただきありがとうございます。皆さんにちょっと説明しておきますと、平くんはまあ映画監督なんですけど、うん、テレビ版のね、琉球ドラマナイトの監督もしてまして、もともとはトラウマナイトの生みの親ですよね。うちのプロデューサーの田淵と、多分和江さんの企画スタートです。そうです。田淵さんと一緒に、三栄のですね、うん、レストランで、はいはい、スタートしました。スタートはい。で、最初僕が、田淵さんに、まあ、こう、ホラーの企画やりたいんですよって話をして、はいはい、最初僕、地獄晩餐会っていうタイトルどうですかって言ったら、それはやめた方がいいと思う。やめた方がいいと思って、考えて、しぶしぶトラウマナイトっていう、全然したんですけど、ね、とっても良かったと思います、トラウマナイトにして。ね、はい。本当に。地獄晩餐会だったら、多分 OTV も、テレビ版にはなってないんじゃないかなって。一回で終わりましたよね。はい。田淵さんがテレビに持ってってくれたのも、地獄晩餐会じゃないからかなと思って。なるほど、なるほど。それは良かったですね。はい、良かったです。ま、平君のことはさておきですね。さておき。置いとくね、一応。真ん中にいるのに。いや、一応段取りやります。今日1月10日、ムーチーということで。そうなんですよ。ムーチーのお話を待って。旧暦のね、12月8日で、はい、ムーチーはまあ、どんな話かというと、うん、まあ、みんながその、無病息災を願って、うん、まあ、うん、月桃の葉で包んだお餅をね、はいはい、食べるという話なんですけど、うん、まあ、もともと大里鬼という話がベースにあって、うん、これはまあ、首里のね、有名な話ですけども、はい、お兄さんが鬼になって、はい、妹がそれを退治するというですね、うん、簡単に言うとそれ、そういう話なんですけど。簡単に言うとね、はい、手短に言いましたね。手短に言いましたけど。ただくん、このムーチでなんか思い出とかあります？僕、ムーチの思い出ですか？僕自身の思い出ではないんですけど、トラウマナイトでテレビ版のですね、はいはいはい、鬼ムーチの話を小原さんから原案いただいて、ね、実写化したじゃないですか。はい、それ仲間監督、一緒の仲間の、チームの監督、仲間監督がやってくれたんですけど、僕その時特殊メイク班で入りまして、うん、鬼役をですね、神崎さんも仲のいい岸本さんが。ああ、岸本さん。はい、ね、やってくれたんです。俳優の岸本さんがやってくれたんですけれども、うん、もう当日めちゃくちゃ暑くて、夏の日照りの中、鬼役なんてほぼ裸なんですよ。もう背中が水ぶくれただけになって。うわこれは流せるのかな、テレビでって。思ったんですけど、オンエア見たらみんなの背中の水ぶくれは特殊メイクだと思っていてくれたっていうことで。そうね。今。あれ実際のものだったっていう。実際のものだったっていうのが多分怖い話、ね。ああ。それは怖いですね。はい。人間あんなに水ぶくれたくさんできるんだなって思いました。次の日大変だったんじゃない？怖かったですよ。X-Men のミスティークみたいになってましたからね。背中が鱗かな思いましたよ。岸本さん何気に体張ってますよね、いろんなところね。いつも張るんですよ。空手のやつもなんか結構打撲したんですよね。あれもね、QAB さんでテラカっていうドラマをやらせてもらったときに、本当の空手家のもうやばい人。ヤギさんっていう、すごい空手家の人と一対一でヤクザ役で勝負をしてもらったんですけど、ヤギさんが当てるんですよ。でも当てて、岸本さんの胸の骨がちょっとひび入ったそうです。いやー、はい、それは言っていい話なのかな。はい、もう本人の根性ですね。僕らに何にも言わずに、全部撮影が終わって、オンエアも終わった後にこっそり言われました。なるほどね。はい。ということで、まあ、ムーチーの話はどこかに行ってという感じで、今週、2週、来てもらいます、カズヒロさんですけども、はい、なんか告知ありますか？いきなりいいんですか、告知。ちょっとだけ。映画ミラクルシティ講座が1月21日から沖縄県内で先行公開いたします。映画ミラクルシティ講座は、はい、50年前の講座を舞台にした映画なんですけど、桐谷健太さんが主演でございます。以上です。すごい短くね。ありがとうございます。じゃあ今週来週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と、ミラクルシティ講座の監督の平和弘でした。でしたって言ったらダメです。ね、すごいね。ここから YouTube なんですよ。あ、なるほど。そうそうそう。なるほど。あ、ここから YouTube なんだ。そうなんですよ。なるほど。まあ YouTube では、お気兼ねなく、いろんなことを喋っていただいて。ありました。ありがとうございます。真ん中って、難しいですね。ちなみにね、その真ん中に座ると、はい、後ろに出てますよね。かんこどりの泣く夜っていうのが、かんこどりになる夜になってしまって。もう、本当に不吉なんですよ。僕、来年、映画公開控えてる。そうですね。かんこどり泣いてほしくないんですよ。収録はまだこれ、令和3年なんですけど、令和4年に映画公開されて、
さようでございます。うん、令和の4年、ね。本土でもその日、東京というかその全国公開が2月4日からになりますね。桐谷健太さんの誕生日公開でございます。おお、素晴らしい。誕生日なんですね。誕生日らしいです。すごいですね。うん。桐谷さんとはどうでした？撮影中。桐谷さんはめっちゃいい男でしたね。めっちゃいい男でした、本当に。多分皆さんが想像している桐谷健太像ってあるじゃないですか。なんか、なんか熱くて、優しくて、みたいな。その100倍です。100倍いい男でした。本当に裏表ない人でしたね。なるほど、ね。もう、距離の詰め方も、現場での立ち振る舞いも。で、やっぱり、監督としてリスペクトもしてくれるし、めっちゃ話も聞いてくれるし、かといって、その自分の意思はめっちゃちゃんと言ってくるんですよ。この現場のこのシーンはこう思うよって。もう、コザ騒動を、まあ、コザ騒動って言って、コザ暴動って言ったりする沖縄のその50年前に起きた、とある事件があるじゃないですか。米軍の車ひっくり返してみて、それに似たシーンを撮ったんですね。そのシーンではないですけど、似たシーン撮った時も、まあ、桐谷さんが、もう、どうしてもここのシーンは納得いかないみたいな。こういう、俺のこのセリフだけど、納得いかないというか、こう思うんだけど、みたいな話して、まあ、お互いにめっちゃ話し合って、撮影前日までセリフを変えたシーンがありますね。おお、そこはぜひ見ていただきたいなっていうところは。映画のハイライトですね。僕は試写会見ましたけど、やっぱあのシーンがよく残るね、頭に。そうですね。シーンがあって、一番叩かれるでもあろうシーンかなとも思ってます、個人的には。あそこはやっぱりいろんな人思い入れ強いんですよね。ああ、なるほどね。そう、話を聞けば聞くほど。だからあそこはあくまでエンタメとしてフィクションとして描いてはいるんですけど、まあ多分あそこは一番物議を醸すだろうなっていうシーンですね。結構つかめますね。この映画、神崎さんも出てますよね。もう出てますね。めちゃくちゃ出てますよ。神崎さん何の役？だからこの桐谷さんのバンドが70年代のバンドの50年後かな、はいはい。だからもう、現代認知症入った元ベーシスト。ああ、なるほどね。そうなんですよ。ベーシストなんですけど、認知症入っちゃって、でもギターだけはなぜか売らないんですよ。認知症に入ってるけど。でも、お金ないから、リサイクルショップに行って売ろうとするんだけど、途中で売りたくないなっていうのをずっとやって店員に迷惑かけてるっていうおじいなんです。もうね、セリフほとんどなくてね、ほとんど気絶してるような芝居です。こんな感じで、ね。ぼーっと気絶してるっていう。でも結構ジジイバンドが赤花青年会さんとか、ツンシンさんとか、はい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 、結構ジジイチーム趣味ですね。小池さんも出てるしね。そうですね。友達の小池さんも出てます。出てるしね。いやもうジジイバンドがみんなかっこよくて、不良で。なるほど。で、撮影の順番上、おじいバンドたちから先に撮って、その、過去編、いわゆる若いバンド、桐谷さん含めの若いバンドのところに行くんですけど、プロデューサーたちも見に来てるんですよ。で、現代編があまりにも面白かったんですね。はい、はい。もうおじいバンドもかっこいいし、面白かったから、過去編大丈夫かみたいな。現代の方が魅力的に映ってませんかみたいな。それぐらい、現代編の、ね、完成度が高いまま突入できたんで、もう感謝ですね、神崎さんたちが。なるほどね。それおじいさんたち先取ったのっていうのは、なんか先に死んじゃう可能性があるから、先取ったっていう、そういう意味もあるんですかね。いやいや、本当に、不安だったんです、僕も。いつも慣れてるメンバーで先に取ってきた。そうだね。神崎さんとはもう本当に古い、一番最初の劇場版のイベントトラウマナイトからの、もう、からのというか、もっと前からなんですけど、からの付き合いで、一番最初のトラウマナイトでは、事故っていう映画を撮ってですね、はいはいはい、その時は神崎さんをお盆の海に、池江島の海に呼び出して、殺し合いをしてもらった挙句、海に沈んでもらうっていう、こうやったんですけど、今思えば本当に罰当たりなことをしたなと思ってますね。ほんまに亡霊に引きずり込まれるシーンだった、ね。お盆の海でね。逆にも殺した役でした。いや、あれを見てから、うちのプロデューサーの田淵が、神崎さんは、本当は実生活でも怖い人だと信じ込んでしまう。そうですね。なんか言ってましたね。だって、神崎さんは役者じゃないんですよって、大学君が言ったら、病院から出てきた人やと思ってたっていう。頭のおかしい人。そう。頭のおかしい人。たまにね、インディーズの監督そういうのをしますよね。すいません。いや、でも僕も本当に、田淵さんだけじゃなくて、いろんな人が事故を見てくれた後に、本当にやばい人をよく出しましたね、みたいな。出してはいけない人。出しちゃいけない。てか、表に立っちゃいけない人だと思って。で、こうなんかニコニコしながら凶暴なことするって役なんで、実際は、いや、大丈夫ですよって笑えば笑うほど逃げていくて。なるほど。神崎さんもそれ分かっててなんか知らないですけど、事故が終わった後に翌年なのかその年だったか忘れましたけど、ハロウィンパーティーやったんですよ。みんな各々もう、衣装着てくるじゃないですか、はいはい。みんなコスプレしてくるんですけど、神崎さんだけ私服できて右手にトンカチ持ってるんですよ。
その時の武器なんですよ。事故の。なるほどね。トンカチ持ってきて、フラッと来るから、マジ、釜か、釜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 持ってきて。行かれてるじゃないですか。普通のおっさんが釜持って、街歩いてる。それ捕まりますよね。危ない。一番ホラーですから。なるほどね。でも僕、幽霊ってよりは人間怖い系ばっかりやるんですよ。なんか、平山夢明の小説みたいな気持ち悪い系が好きで。なんか、小原さん的に沖縄で会った一番やばい人ってどんな人ですか？一番やばい人。人、幽霊じゃん、人。ああ、ここで言えない。ここで言えない。YouTube でも言えない。YouTube でも言えないな。トップ3でも言えないですか？3ぐらいだったらね。3ぐらいだと言います。宮古島でね、ある夜に、狩俣集落っていうところに行って、はい、で、そこで、裸で、おばあちゃんが、枯れ枝を振り回しながら、何か歌を歌って、道を歩いてたんですよ。めちゃくちゃ怖いですね。で、滑らしてどっかで、なんか、こけたんですね。はい、で、こけた時に、後ろ向きに倒れたんですけど、この頭の後ろが、コンクリートの地面に、カンってぶつかる音がしたんですよ。はい、で、周り人いたんで、大丈夫ですかって、みんな駆け寄って、うん、おばあちゃんがすくってこう、半身を起こしたんですね。その時に、後ろから血管から血が、ピューッ、ピューって規則的に出るのを初めて見ました。めちゃくちゃ怖い。気持ち悪い。で、後で話を聞くと、その枯れ枝を振り回して、彷徨ってる人は、うん、カンカカリアって言って、神様に、かかられた人がそういうことをすると。だから村人はもう近寄ったり手出ししないと。そういう話を聞いて。狩俣地区ってそういうとこですね。野呂さんとか行ってね。あ、間ちょっとちらっと見に行きましたけど。でも本当にね、すっぱだかのおばあちゃん、何にもつけてないし、はい、血がその、心臓の鼓動と一緒に出てくるんだなっていうのは初めて見た。怖いもん。形ビジュアルが想像できる。ちょっと怖かったね。あれは本当怖かった、ね。その後どうしたんですか？逃げたの？いや、救急車。あ、一応呼んで。あ、そこは今呼んであげますよね。大丈夫だったんですかね。わかんないですね、その後はね。あ、僕コザの出身なんですけど、中野町でばあさん同士の殴り合い見ましたよ。ばあさん同士、ね、酔っ払ってるばあさん同士の殴り合い。真ん中で若い男がやめてもうやめてって言って、もばあさん同士が顔面を殴り合ってる。すげえの。バイオレンスロスやね。コザで思い出しましたけど、中野町でね、はい、ほんと30年前ですよ。はい、22、3の頃ですけど、目の前でその殴り合いがあって、はい、で、スナックの外にこう、なんて、電飾の看板があるじゃないですか、プラスチックの。はいはいはい、はい。あれに黒人兵が頭からバーンってぶつかって、で、ショートするの見ました。映画みたいなことだ。映画みたいですね。これ外人同士の喧嘩ですか？そう、米兵同士の喧嘩で、もう、あれはちょっと、引っ込まれたら怖いから逃げましたけどね。怖い怖い怖い。とりあえず中野町で誰がファイトしてるってことですか？いや、もうちょっと僕今、ミラクルシティ小座の、あれで小座からは一目置かれてるんで、今これやったら小座を下げてると思われます。あいつ小座の悪口言って回ってるぞって。いいとこですよ。いいとこですよ、ね。もういいとこです。すげえいいとこ。まあ、結構そうそう時間ですね。はい、そうですね。今夜の大田神田秀俊と、小原武史と、ミラクルシティ講座の監督の平和弘でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。